いまだに接戦が続いています。悲しいです。7点差です。まだ2点差です。とりあえず持ってるカードを出しています。2点、何としても勝ちます。これは多分、あ、天気良くすれば勝てます。なので指導者カードを使います。発動しちゃいます。はい、お、一気にぴったり明るくしたのでこちらが勝ちました。見事勝つことができました。これは驚いた。コツをつかんだな。オクセンフルトで真の達人と勝負したいならステファンに会え。初めてやった時より職業こそただの宿屋の主人だが、こちらも難しくなってると思います。あんなに相手は強いカード持ってなかったはずです。新しいカードをゲットしました。では引き続き情報を聞いていきます。女性を探してる。みんなそうさ。誰でもいいわけじゃない。外にいる男の人が気になりますが、リラとスグリの香りがして黒と白の服を着てる。2杯持ってきてくれ。飲むと元気が出るぞ。あ、ありがとうございます。いただいちゃいます。担当直入に聞く。その女性を見たか。ベンガーバーグのエネファオか。どうして名前を知ってる。説明が完璧だったからさ。一度聞いたら忘れないたちでね。忘れられないんだ。この男の人何かあります。なぜエネファを知ってる。どうして知ってるんです。聞くまでもない。ダンディリオンの歌で聞いたのさ。一回の商人が偉大な世界に触れるにはそれしかない。もちろん俺のように幸運に恵まれれば別だが。我慢強いウィッチャーと出会えて幸運だな。リビアのゲラルト、ブラビケンの殺し屋本人に会えて幸運さ。どこにいるか知ってますか。エネファを見たのか。ぶしつけだが聞かせてくれ。これは色恋沙汰か。ぶしつけすぎます。俺と彼女との関係を詮索してどうする。一階の放浪者にその資格はない。知ってることを教えてくれ。あんたが現れるまであれがイエネファーだとは思いもしなかった。想像すらしなかった。この人確かムービーに出てきた人ですね。駐屯地にいるニルフガードの偵察兵が見たらしい。どこでだ。駐屯地でだ。彼女は馬に乗って現れた。夜の闇の中を黒と白の服で、香りはすぐりそのままさ。司令官と簡潔な会話を交わしてすぐ去ったそうだ。どこへ向かった。そこまでは知らない。駐屯地で聞くといい。礼を言う。放浪者同士助け合わなきゃな。いつか俺が困ってたら今度はあんたが助けてくれるかもしれん。どっか行ってしまいました。すごく有力な情報を手に入れることができました。楽しんだかい。ああ、じゃあうせろ。お前みたいなのはお呼びじゃない。あ、早速何もしてないだろ。あやつって立ち去らせようとします。もちろん
何もしてない。クソ野郎、魔法を使いやがった。やっちめ。レベルが31ですね。ちょっとむずい、難しいです。武器は出せるかな。出せますね。いや、どうも武器。ついた。あ、ダメです。敵へ。敵だみたい。どうした？覇気がないぞ。戦わなくても大丈夫かな。31だとちょっと勝てる気がしません。あ、なかなか戦闘状態が解けない。あ、解けた。みんな戦闘よ。もう街の中がすごいカオスな状態に。560も経験値が入りました。まだまだレベル上がっていきますね。それでは旅を、あ、ローチだと思ってしました。これ別名ローチちゃんのお馬さんかな。何がローチかな。行けローチ。ゆっくり。ちょっとマップを開いて、あ、もうレベルがカンストしてるんで、もうクエストが全部クエストが出ています。クエストを拾っていきます。誰に襲われた？シェッティ。その歌は二度と歌っちゃいかん。チェッティとはもう遊ぶ。でもチェッティは親友だよ。あのバカ者のせいでみんな殺されかねえと。それでは順番通りに、クエストを開いたのですが、水上レベルが急激に上がっています。すごいです。エラルトのレベルと同じになってます。ということはもっと進んでいくと多分水上レベルもすごい上がっていくんじゃないかな。
化け物大使に至ってはもう32です。これはどんどん難しくなっていくと思います。この行方不明者のクエからやっていきます。確か下に財宝があったと思うので、またこっそり後ろから拾っていきます。そうなんで、ちょっと怖いです。気づかれないうちに刺さって、あ、気づかな、ダメです、気づかれてしまいました。31、全く敵との距離が取れません。きつい、強すぎる。吹き飛ばします。強くてニューゲームなのに苦しいです。止めさせるかな、させました。すごく危ないので1匹ずついきます。初期村なのに敵の レベルが、あ、もう33です。すごく上がってます。相手の方が隠しただけど、すごい怖いです。あ、1、新しい敵が出てきた。ということは新しいのかな。そうですね、最初始めた時は剣が入っていたので、宝箱の中身も変わっています。これは本当に最初からではないです。強くてニューゲームでも本当のニューゲームで楽しめるかと思います。狼の森がいたはずです。ちょっと退治しに行こうと思います。動画これで終了したいと思います。見てくださってどうもありがとうございました。また次回も見てください。お願いします。